<laughs> こんばんばはです2020年、2020年何度も言ってる、5月5月じゃない、6月1日、6月1日がやってまいりました。えー、とハロードリー、心体、ホマちゃん、今週どれぐらい可愛いか、そして井上レイ <laughs> ちょい絡み、えー、宮本かりん決めゼリフ動画、佐々木理花子、アンジュルム19歳記念動画というところ。 ドドッと言いましたけど、えっと、ここにコメントくれた方々にお返ししていこうって話でございますねえもう月も変わり今年も,も半分までいかないけど半分近く消化ということですからね不思議な年になりそうですねうん花火も上がったりつんくさんが「タスクハブファン」をプロデュースすると言い出したりそんな月のスタートでございますけどもあまあそれ昨日言ってたかね その辺ちょっと触れたりなんだかしながらね。あと今週のほまちゃんがどれぐらいそわそわしたかとかも。聞きたかねえかもしんないけど。そわそわしてんだからしょうがないじゃん。っていうのを織り交ぜながらやっていきたいと思ってます。えっ、ー、と、国をチャンネルコメント返し並び週明けは結構、先週のこともいろいろ言いながらっていうのをやってみようかななんと思って織り込みながらやっていきます。 当然、歴史的な背景、社会的情勢なんていうのも織り交ぜながらっていう感じは相変わらずなので、えー、ラジオ的に聴いても楽しめる、そんな感じだと思いますので、お付き合いいただければと思います。じゃあ、早速、行っちゃいましょうか。じゃあ、今日の一つ目というのは、もう、今週のほまちゃんがどれぐらい、えっ、ー、と、そわそわしたかということで <laughs>、お届けしていきたいと思っております。まあ、基本的にブログとインスタなんですけど、まあホマ社、ほましゃ、ほましゃですよね。 おしはこれもどれ見てももうそわそわするんですけど唯一落ち着きがあった日というのがベッドからジャンプしてる高いやつですねあれ,あれでそわそわなんかしないんですよ。もう顔のツヤとかそっちの方でそわそわする感じで高さとか危険そういう何て言うんですか身体的な危険度では全然そわそわしないです。もううううそそれはあこれれははこここなならこれなら大丈夫っていいい、ね、感じですね、はい、<laughs> そういうことでした ね、であと内容ブログの内容なんていうのはフォトジェニックフォトジェニックねもうこんなインスタ方面ですよねもちろんそわそわしますそっちで映え出してもねあの狙ってる感じじゃないんでいいんですよ可愛いんですよだけどあのアイドルファンとしてはもうあっそっちに気づきがあんのかって落ち着けって、ね、お前もってね。 はい左線ねこれももブログ見てもらえば全部わかるやつでございます、ね、続いてまいりましょうえっ、ー、とインスタ先ほどねえっ、ー、とさんざん言ってます、ね、このフォトビジュアルブックホマレ告知動画もう今日までだよ予約は今日までだよっていうことをブログでもおっしゃってましたけどこの動くホマちゃんねインスタライブで見るしかないですから見ます34回連続で見ますねうん、これも 艶ですよね、もう顔。ただお前それは基礎化粧だけだろうというのかもしれないですけどもうそれでも刻一刻と変化してるんでんこのこの切なさですねわかる人にはもうこれだけで全部伝わってると思うんですマ、ね、ちゃんどうなっていくんだろうというねこういうことです、ね、お姉さんになってきていて心配ですけど見ないとそんなだけなんでこの感動を共有したいという。 感動までしてね。えけど、<laughs> そういうことでございますね。で、この辺でいっか今週のほんまちゃんのそわそわはで15期で言うと、まあパンダさんがカレー作るのを連鎖していてね。で、あの、おんちゃんの方はラザニアグラタンとかそっち方面。あとドバイを意識したりとかどっちかっていうと西洋方面行ってるなって感じですね。どなず差別化ですかね？もう水だけではっていうことでしょう。 でも、パンダさんはもう、マイペースですから、相変わらずいいなと思ってます。じゃあ、そんな形で、えっ、ー、と、動画のコメントの方をお読みするコーナーに行ってしまいましょう。えっ、ー、と、心体をカメラ褒まれ、井上レイ岡市里なんていう動画を投げたのに、コメントくれた方々にお返ししてまいります。えっ、ー、と、マーライオンさん。 お晩です。コメント返しまたまたありがとうございます。レイレイの話同調していただき嬉しかったです、えー。レイレイ特集の流れが断ち切った感じになってしまったことは申し訳ないです。笑い。おかいちゃん背景考察たとえとても分かりやすかったです。自分もおかいちゃんの歌声大好きなのでまたいつかステージに立って歌っているおかいちゃんに会えることを願っています。先日もおかいちゃんの類似するコメントを書き込みましたが拾っていただくとも大丈夫です。スルーしちゃってください。このコメントもスルーして大丈夫です。 了解しししままたたすい読む前にするしろよっていうねで1個だけ言っとくかねこれレイレイのレイレイの話で言うと自分自身の僕の持つっていうレイレイとレイレイが持つレイレイっていうのが当然違う話なんでこの辺は間取る感じで聞いていただければと思っておりますだけどちょのちょのだってそのレイレイはね俺何度も言ったけどあの タイプなんであの、すいませんけどそういうやつの視点っていうことでこれ僕の場合結構異例なんですよレイレイの場合タイプ、ね、でホマちゃんの場合はもうドキドキソワソワねで <laughs> て言っていいか分かんないですけどでも大体これで言えてますね引き続きお願いしますありがとうございますじゃあ続いていきましょうくけさん こんにちは。「パクリって音楽でも絵画やデザインでも文章でも最近はよく聞きますが個人的には使えるものが究極限られていて、えー、その中で作っていく以上今までの歴史でほぼ使い尽くされてしまったのかなと思いますし個人的にはデザインなんてシンプルにすればするほどどこかで見たようなデザインに、うん、あどこかで見たようなデザインに似てしまっていると思いますね。それでででもも元元ネネタを知らない人にには新鮮だったけどネットの普及で誰でも気軽に元ネタを 知るることができるようになった,ただそれをパクリって思う感覚って人によって違っているから楽しめる人は楽しめるし嫌な人は文句言うのでしょうね。 えー、人は捉え方の差って大きく先日音楽の解説動画を見ていた時に気持ち悪い音階とか不快な和音とか表現していたのですが自分がその楽曲を聴いてもそういう感覚は全くなくこれは自分に音楽の知識があまりないせいだと思いますがただ単に良い楽曲だなぁと感じ気持ち悪いも不快も自分には乗れるフレーズという受け取り方しかできませんでした。 解説は知識になるけど感動とは別この辺は国尾さんの動画内でおっしゃっていたことと同じですね、えー、取って出しの部分結局は楽しんだ者勝ちってことですね苦笑いということでございますうんありがとうございますいつも感謝してますこれでも僕ほぼ同じですよな,なので答えに落とし込んでいらっしゃるなっていう感覚っすねで気持ち悪い音階ここだけあって 例えばねビートルズとかでやってる4度度ののコーラスってていうのがあるんでですすよよ半音を入れて4度ですよねでそこってどういうふうに感じるかって言ったらそれまでの音楽のルールの中ではもう不協和音扱いジャーズもそうだと思うんですよクラシックから考えると不協和音扱いなところっていうのが連鎖することとか谷間によってえれえエえフックになってるってこと。 これがね、音楽の楽しさなんだと思うんです。で、アイドル楽曲っていうのは、そこがなぜ楽しいかというと、無限にあって、音程が捉えられない。歌が下手なんて言い方あるじゃないですか。これが甘い見方なんですよ。そこのおっしゃる通りの不協和音なのか、気持ち悪い音階なのかっていうのは、この。 西洋音階のルールにとらわれている時になうかな当たり外れを脳で判断するのが危険で感性感受性で聞いてるか聞いてないかいいパンチだったか悪いパンチだったかじゃないですけどそこで判断するのが多分正解なんですよね。でこれはアイドル歌唱力が甘いせいなのか本人が可愛いとか打ち出したり。 何て言うかそこの時点15歳なら15歳17歳なら17歳のその時点の感受性を投入しようという頑張りですよねここでどう響いてくるかで聞くのが正解だと思いますねだここはこの言っていただいてることほぼほぼ正解なんですけど上乗せでこんなことも言ってみましたってことでございました引き続きお願いいたしますありがとうございますじゃあ続いてまいりましょうはしぴろやんばるさん 国さんこんばんはコメント返しありがとうございました何かの機会に高木さゆきちゃんをテーマにお話しさせてい,いただけたら幸いです今後も深い洞察分析並び愛にあふれた動画を期待していますありがとうございます高木さゆきちゃんはね4月21日の誕生日の時に少し深掘りというかあヒストリーみたいなのをお話ししている気がします当然それだけでは語り尽くせないんで改めてもちろんとりますけど、うん、彼女の場合は歌 と立ち位置っていうところで話すると面白いなってずっと考えてますね、うん、ね、そこですねなので触れる機会必ず作りますんで引き続きご意見、えー、となこんなことやれんなんでいいそんな感じでいいんで、えー、遠慮なくでお付き合いお願いしますありがとうございますじゃあ続いての動画のごコメントの方行きましょうかハロドリハロドリ今夜ですねーねじゃあここにコメント書いてくれた方々にお返ししていきます えっと研修生の憧れの先輩と、お、お多人気必ずしも一致しないところが興味深いですね。おたと研修生では見ているところが違うんですよね。多分、えっ、ー、と柳川奈波以来。宮本花梨を憧れの先輩と言ってくれる研修生がいないのが、おたとしては寂しい。かっ個人的な感想をくさくさくさ。わんこさんの書き込みです。お名前申し上げるの遅くなってすみませんでした。そしてありがとうございます。えっ、ー、とね、これは。言ってるところ、多分なんですけど。 あの憧れの先輩と他人気っていうところの融合っていうのはこれ僕ちょっと想像になってるんだけど研修生の憧れの先輩が上位にいるからといって本人の人気がってことなのかなと間違ってたらすいません、えー、僕これはあの延々ずっとだと思うんでそこは一致しなくていいよ,よしな当然ですけどタイプですねだってそこ合わせてたらあざといじゃんでそのあざとさ可愛さにしてたらすげえけど。 であざとい可愛いっていうラインで言うとマシ四ンなんだよなあであのあざといもわ,わざとあざといじゃなくて整理してポジションとして今そこだってやってる感じだと思うんですよねそこいいなと思いましたね、うん、で宮本花琳の憧れの先輩というのは俺ジェネレーション変わったのかなと思いますねで結構花琳はハードルが高い、うん、でさやしはなぜ上がってるかというと これまだジェネレーションなんですよ不思議っすねさやしとカリンっていうところねうん僕が見る最近よくさやし動画上げてるから言うんですけどさやしりほってアイドル型じゃないんですよねだけどアイドル型じゃないことによりちょっとカリスマ性が増していくっていうところあと最近直近のはないから 昔の幼い頃の鞘師の部分で言えてしまうところで宮本佳林もよく考えたら2015年ぐらいまで戻してみたらおそらくこれ上がるんすよただ直近何年かの佳林がああの人すごいから勝手に進化してるからうんなんかい,いろいろ研修生に伝わんなくなってるのかもしれないですねそんなこと思いましたでも今佳林って言ってくれる研修生現れてほしいですね そんな感じです。ありがとうございます。じゃあ続いていきましょう。マーライオンさん、そうなんですよね。あ、おばんです。人間力、洞察力のある、努力の人なんです。石田あゆみという人間は、だからおばんです、ね。 えー、自分が何をしなければいけないかあメンバーの良さをどうしたら引き出せるかいつも考えてる印象があります優しくて真面目で熱くてそんなところも人間力なんでしょうね国夫さん欲しがってすいませんがもっと覚えてください笑いそして上村はす美ちゃんありがとううん,ふん,ふんねあゆみんの話ね触れたのもあるけど彼女を語る動画今ねちょっとあゆみん太田にも何人か連絡して。 どううしようかって相談してんだけどちょ,ちょっと下調べ欲しいから、うん、だけどあんまりガイアのじゃなくてやっぱ僕が見てたのダイレクトドンの方がいいかもしれないなって今思ってますそれどこでやろうかな6月ね演劇女子部続11人振り返りなんてのも面白いかもしれないとは考えてるんですけどまあちょっとどうしようかまだもう少し。 あのワインと一緒でもう少し寝かしとくっていう感じですね。うん。上村蓮見は,すみは、まあ、今日のハロドでもまた見えるだろうから。うん、研修生の見方っていうのは僕日々日々更新収集更新っていうのは最近それでいいかなと思っててまあ当然思ったことすぐ言いますんでそんな感じでお付き合いくださいよ。引き続きよろしくお願いします。 じゃあ続いてナリモンさん、えー。ルリはアッシュの頃から見ていますしアッシュミュニット革命少女の仲間だったこれミコでいいのミコ桜学院、えー、とサラ・ STU48 がデビューして、えー、ルリちゃんもハローでデビュー願っています。おおありがとうございます。ねえこれ僕他のアッシュ卒業生の行く末っていうのこれ全部見てるわけじゃないんだけどこれダンバラルルの あれダンバルルルナイトみたいなこと僕ハロプロナイト特別企画みたいでやった時があるんですけどその時にこの並行してた人たちっていうのは見ていて、えー、何人かはおったのさその時だけねだーけどここはちょっとマークあんまり差額の方に入った方は差額でちょっと見たから覚えてる、うん、って感じかなでルリちゃんねルリちゃんでもそっち方面 目指,してんのめ目指してんならなんか当然応援したりなんかアクションしてみても面白いなと思いますね。てな感じです。なんかこの辺の最新情報あったらまたやり取りしていきましょう。今後ともお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いてアンドゥ673。さ、うんやば。ため流し用の流れ憧れがさやしだったとは。 ななない理由がなくなった文文字、字、えーえーえー、ちなみに自分はこの子のパフォーマンスに目が止まったのであって国尾さんのおあざといとか求めてませんので笑い笑いアシュ出身の広本瑠璃はあー今のところ鞘師ダンバラほど飛び抜けたものは見出せてないけどなんか引っかかるので、えー、注目してみようと思いますあ分かった瑠璃これだこれさっきの,のダンバラの姉かと思ってた <laughs> ややこしいねすいねねすません、ねうん、しじゃあこれ戻ろう。ためながしをそうそう。ごめんごめん。これ誤解なくやっていい。あざとい論っていうのは僕のも,もちろん勝手な蓄積の中での評価だから、うん、個人自分の味方で大丈夫だよ。<laughs> そういうふうに思います。ね何を偉そうにね。すいません。えー、っとそうだなアッシュ出身のこっちの方ね。 これはね、僕もこれはアンドゥ67さんと同じ意見でだけど彼女何度も言うけどハロドリの最初のさ時に福村瑞希に名指しで言われてるじゃないこれ大きいのよこれ本人もモチベガッツリ上がってるはずだから福ちゃんも見てる目線が何て言うのいい、e、のさここの路線こういう要は完成形じゃなくて今こういう目線で見てるやつが ハロー上で欲しいんだぜっっててことをアンに言ってるわけよだからルリちゃんも「よっしゃモチベー上がった」もあるけどあこういうことやってかないと自分たちもあの一軍ですよねしかもボスですよには見いだせえー、コメントピックアップされねえんだなっていうようなことをみんなが分かったかそこが面白かったなと思ってます、うん、ねっ ハロブロー研修生編中、ハロドリ、まだまだ見逃せないですねってことでした。じゃあ、そんな感じで、えっ、ー、と、次の動画のコメント返し、言っちゃいたいと思います。えと、これはじゃあ,あ、僕の速攻で上げた、宮本か林の方行きますかね。えー、宮本か林、えー、私、決めゼリふ特集に速攻でコメントしております。えーっと、剣万十丸さん、ありがとうございます。 ここ数年知らない自分でも宮本かりんちゃんは知ってます。この子すごいですよね。歌唱もうまいとか技術とかは自分はよくわからないけど表現力ですごい感じ。私はネクストうの感じ好きでしたね。アイドルやってますって感じ。うん、いつもありがとうございます。ここ数年 <laughs> うん、ここ数年のかりからおったら面白いんですけどね, <laughs> ね。ねネクスト U はもう4年前ですか あれなんつうのあのかりんすいろいろ賛否両論あったんですけどあのタイミングであのドラマっていうの面白かったって捉えた方がいいですけどね。うん、アイドルって感じ俺宮本かりんにアイドルって感じを感じてくれてる人たちっていうのの意見を聞くのが結構好きです。ね宮本かりんのアイドル性のみフューチャーしてみようか。 なんでかというと僕はもうかりんがかりんがアイドルっていうよりかりんが何をやるかの方が楽しみになっちゃっててそこら辺ちょっと僕が話すとブレ出すかもしれないなと思ってますねもちろん僕の中ではブレてないんだけどねそういうふうに思います引き続きかりん注目していきましょうじゃあ続いて、えー、パズーゴネさん いつもありがとうございます。あの動画の内容とここまで語り尽くせるのはさすがです笑い最近のジュースのおまけチャンネルならかりんちゃんとバラさんのフリートーク回はてなが面白かったですねボケまくるかりんちゃんをちゃんと受け止めてあげるルるるちゃんの優しさが伝わってきてとても癒されましたうん、うん、そうそう4分ぐらいの動画を12分で語るというねだけどこれはかりン 宮本もとかりんだからなせる技で僕にも蓄積がありすぐ思いついたやつをあれ整理15分から30分でやって動画撮ってあげてるんですよね。ねこれ,これは多分僕しかできないかなと思ったから挑戦してみたってことですよ。まだまだ YouTuber としてね自分のポジションというのが分かってないもんだから今まで なんて言うんですか皆さんに楽しんでもらったものは継続し新しいものも当然織り込みというようなそういうやり方になりますご意見また引き続きお願いしますね、うん、そんな感じかなでルルねルルルルはねあのお姉さん組4人に対してもう扱い方距離分かってるからこっから面白いですよ こっから直近12年めちゃめちゃ面白いと思いますそんな感じですねじゃあ続いていきましょう島袋光昭さんおまけのコメントにはかりんちゃんかわいいとかペロペロだけでコメントしているのでくにょチャンネルでもやはり宮本かりんすげえで語らせてくださいおっしゃる通りかりんちゃんの声出しのバリエーションはいくつかありどれもプロレベルでしかも調整できる時点でも声優アイドルですなんなら声優界に進出してほしいくらいです うんうん、ありがとうございますねいつもねこのペロペロって公式に書いてるってことねやるなおい <laughs> いや何言う僕のとこ何言ってくれても大丈夫です、ね、これね声優アイドル目指さなくてもできるんだけどやってみても面白いなはあるだけど去年のね カリンのソロライブを見てしまった私たちとしては本人やりたい方向多分あっちなのさこれだよね、うん、で、そうすると歌詞の中で若者ブランドなんていう曲宮本カリンであるんですけどこれ検索して聴けるかどうかわかんないんですけどちょっとやさぐれた尾崎豊か的なカリンなんですよね、うん、これや でもいいけど僕もどっちか2択だったら尾崎か声優アイドルだったら声優アイドルやってほしいですよねああもうかりんは選択肢が多いから僕がかりんだったら本当に悩むね無茶苦茶なこと言ってますけどでも DIY は入ってない <laughs>、ねまあ、全部楽しみにいきましょうそんな感じですじゃあついていきましょう 銀座ケグ七変化さんもういつもこの呼び方ですいません、えー、なんか違くねは単に自分かりんが思っているイケボーが出せていないということでは34年前というかちょっと羽目を外しているギアかっこテンションが違う時の声に自分は感じましたアニメ声という点ではナチュラルカッナチュラル気味ってことなでアニメ声というかよりアニメ的へ寄せている力があるということでしょう 仮にのブランドを外さないというのは、仮に的に、本能無意識化で、やらない、できない、しないんじゃないかと思います。最後の続いての企画と言いつつ、カメラを止めるのは、最近インスタでやっているのを見ている感覚でした。笑い。多分企画構成まで自身でやっているのであろうで、面白い。<laughs> すいませんね、僕のコメントに付け加えと、少々の訂正も入れていただいている感じですね。 うんうん、まあご意見ね双方あった方が深み広がりになるというふうに捉えてますなので感謝します、ねうん、ここでね僕まあ一個ずついこうか羽目を外しているかりんと34年前っていうのは34年前さっきの話でも言ったと思うんですけど、まあ、僕武道館 あの時って2016年の武道館17年の、まあ、本人のかなんつうかダンバラルル柳川七海が入ってから休み期間海外ツアー入ってそして18年明けたてみたいなところ、まあ、それも休みがち入ったじゃないですかで俺そこで一一キャラ変わってると思ってるタイプなんですよ。なんかかりん自体が今後直近の何年間やっていく中でどうしようかというような。 で去年の末ぐらいから今年にかけてっていうところは卒業に向けて急になんかもうギアネジリミッターボーンっていうカりになってる感覚だったんですね。でそこは一回外してもよくて直近2017年以降かな161718っていうところで変わってきたカりんっていうところを指してました。でアニメ寄せる力があるっていうことはこれは同意 僕もそれが言いたかったすいませんありがとうございます補足助かりました、ね、でブランドはこれ無意識化でやってるっていうのは常にずっとあったと思うんですけどおさっき言ったところで161718では絶対意図的に変えてるっていうのは僕は思ってますそれはあのポイントポイントなはず説明すると長くなるけど今先ほどかお話ししたところに集約されてると思ってますね このインスタでやっているのを見ている感覚ね。なるほどね。僕ね、この動画にちょっとスポットを当ててしまったんで、こういうご指摘ありがとうございます。もう僕の見方も広がります。引き続きお願いします。じゃあ、続いていきましょう。えっ、ー、と、車椅子さん。私のジュースジュースのコメントの中で、宮本さんは声が可愛いと書きました。んその時のメモを、メモ書きを見ると、宮本イコールアニソンイケると書いてました。笑い。 目線洞察力が鋭く結構これ我々同じってことですよねねアニソン何でもいけますよカリンはただかりんが一番何をしたいかそこだと思いますアニメとかのだったらそんなに人脈間違わず宮本カリンが宮本カリンとしてやっていけるんだったら彼女の生涯のところのどこかでは必ずできますねやりたいと思ってやってほしいですからね そんな感じかな。うん、花は延々注目ししていきましょう。じゃあ本日最後の動画コメント返しになります。佐々木梨香子アンジュルム19歳を誕生日おめでとう動画に書いてくれた方々にお返ししていきます。じゃあお読みしていきますね。えっ、ー、と同じく車椅子さん。おおチックチック。叶えていただけたら最高でございました。チック引き続きお願いします。ありがとうございます。 じゃあ続いてあまた車いすさん読み方ね俺下から読んでるから、えー、と私ばっかりですいませんいえいえ暇なものですからお許しをお一通り確認しましたハロプロはソロが少ないので特徴をつかむのに苦労しますこのグループは密かに推している上国良さんがいますね彼女は一発で目に留まりましたビジュアル声質でいいですね私がメンバーを気にしあ失礼私がメンバーを気に入る基準は舞台での存在感です ビジュアルダンス持って生まれた雰囲気声質スター性などなど佐々木さんのダンスは大気晩成でよくわかりますダンスに関しては素人の私でさえ彼女のダイナミックでキレのあるダンスに魅了されます身長が高くボーイッシュな彼女が目立ちますね歌に関しては最初の頃はストレートな歌い方でしたねピッチャーに例えるとまずストレートを磨きなさいと言われます変化球は年とともに習得できますから 彼女は音程や発声が荒削りなところがありますが、ボイトリをしっかり行い飛躍していただきたい逸材です。動画を探しているうちに奇跡の香りダンスを発見しました。ロック調で大変私好みの曲です。そこでまた歌姫綾やを堪能しました。佐々木さんもソロで歌ってますね。綾やにはいつも驚かされます。ロックスターにもなれるんですね。何回もとえ蹴り食らいました。笑い。 p s PS 広告入ってましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。ね、ここはもう、神子、神子。もう僕、あんまりバレてないですけど、神子もだいぶ可愛いで好きですよ。僕ね、アンジュの推しって結構ばれてない派だと思いますね。 でダンスはこの動画でも言った通りリカ子をずっともう踊ってる時の前に出ようとしてるところ引こうとしてるところ前に出た時じゃなくて後ろに下がった時じゃなくて出よようとしてるところとととししててるるこころろのリズムが最高なんですよでそこはもう意識的に見るようにしてます。 神子はもう頑張っている時アイドル顔が本人決めどころで絶対やろうとしているんだけど神子が頑張っていてちょっと追いつかないなって時の表情が最高ですね、うん、まあ意地の悪い見方してるわけじゃないですよかもう素質があって見るところが決まってる子たちっていうのはそういうところに成長の過程が見れるっていうことでございました一緒じゃないかもしれないけどね <laughs> あとは同調いただいたただ部分感謝します、ね、そうピッチャーの例えストレートあと基本のフォーム肩の使い方肘の使い方ですよねもちろん下半身の体重移動もありますけどそういうところを日々確実にこのおうち時間というんですか確実に確認していく作業っていうのがまあ僕はプロアスリートハロプロの場合はアイドルとしてもアスリートに近いですからね。 そこが重要なんじゃなないかと思ってますなので復帰,復帰と申しますか現場一発目のところは僕そういうとこ見ていこうかななんていう感じですねなんかオープン戦見に行くみたいな感じ <laughs> キャンプでどうやってきたのかなとかオフシーズンどう過ごしたのかなみたいな、ね、マリアみたいなもんですよ練習を延々見て6画までして練習見るっていうね最終的にあの子にって勝てない気がします で奇跡の香りダンスいいとこねいいとこ撮りましたねで松浦の「奇跡の香りダンスは」はまあ松浦に限らないですけどレコーディングのバージョンとコンサートでどのタイミングで歌ったかっていうところで全部種類が違うんでもし気にしていただけたらそういう見方聴き方もいいかなと思いますでハローのバースデイイベントで歌っている子たちは佐々木理香子限らずでほぼほぼレコーディングバージョンのところを取り上げてます唯一違ったのが高木 そんな感じです。ね。そうそう,そう、うん。これは面白いかもしれないですね。ああとたけちゃんもね。バースデーイベントで松浦やった時に、レコーディングバージョンじゃないところ挑戦してたのを見ました。うん。そうそう、松浦はいろいろ聞いてくださいってことです。じゃ、あついていきましょう。くけさん。えー、自分が初めて佐々木理香子さんを見たのはスタードラフト会議でした。 前田敦子と大島優子を足して2で割ったような美少女という宣伝でしたがまさかあの後とに、えー、あその後にハロプロに入るとは思いませんでしたね後でその2人が同一人物だと知ってびっくりしましたねありがとうございますなるほど僕これはラッキーなことに知ってたせいでびっくりはしなかったんですけど、うん、なんかそんなに 当時そんなにリカ子を気にしてなかったしこの AKB はさすがに情報を見るために初期の頃は見てましたけどね、うん、でもそれこそ今日ですよ芸能界引退と言った眉湯ですよ眉湯が俺一番気一番気になってた、うん、そんなもんすよそんなもんす、うん、ねえ でもマユも2週間後にユーチューバーになってたりしてね。<laughs> そんな感じ。さあせ、じゃあ続いてお読みしましょう。<laughs> 剣万次丸さん、さすきりか子ちゃん、ダンスうまいですね。絵文字、かっこいい、えー。他の動画とかも少しチェックしましたけど、キャラクターも良さそうな感じですよね。自分は昔の曲しかわからないので、寒いねとか待機晩成とか知ってる曲から、国尾さんのアドバイス通りバッターボックスだって言います。あ エス,えんエスケープだエスケープもよく知ってる曲なので入りやすかったいろいろ見てると安住あの頃の不遇だった感じの時のメンバーってもういないんですねリホリホと和田彩香ちゃんの今の大人になってからのピーベリー聞きたいな笑いうん、うん、まあタケちゃんがいた時も不遇でしたよタケちゃんの うん、やっぱ2012年かな12年見ると今のアンジュルムにつなげる時にはそっからでいい気がするな特にでもここがリカコという話をしてたら特にそこは追わなくてもいいかもしれないですけどね、うん、ダンスのところでこの動画を上げなきゃ仕方なかったから上げたんですけどやっぱりねあれあのアイリーじャねえや <laughs> でもアイリーもいいかあの比較ってより体感で見た方がダンスはいいかなと思いました、うん、そんな感じかなでも映像でも伝わってくるんでね <laughs> 何が言いたいか分かんなくなりそうなんでこの辺にします今後ともよろしくお願いしますじゃあ続いてこれコメント返し今日最後ですねえー、坂金ワンさん 以前、確か NHK の番組でハロプロ総勢58名が集まって、ハロメン内でお互いのランキングつける的な番組でダンスの上手いメンバーランキングで上位ランクにしてたので気になってました。私はその時、ジュースジュース好きなのでマナカンをおかけたのですが、国尾さんの説明でこれから佐々木里香子さんを見るのが楽しみになってきました。うんうん、ありがとうございます。僕もこの番組見ましたよ。そんなにあれ、なんていうか、そんなに外れてないけど、 当然僕が見てるところと見てるところ場所が違うってことですよね。でも僕多分ハロータが見てる目線よりハロメンが見てる目線の方が近いなって思ったのなんか覚えてる。うん、で多分それは僕なりの分析なんですけどハローの現場で見てきてる量が多分圧倒的に多いんですよね。そこで感,感受性が似てくるのかなっていうところ。 あとす,すごい失礼ながらだけども僕が見てるところの見方がもちろんハロオタなんですよハロオタなんですけどこのの子がが2年後3年後後3どどういうういいいい風なな場所にいたらいいかな目線がどうしてもあるのよこれだから野球ファンっていうとこに似てるかもしれないですよねドラフトで入っても急に上行けるわけじゃない特に高卒とかだったらだからどうやって体を作っていってその時のトレーニング法 その時にどういうものを環境として持っていったらいいかとかっていうのがこれ何十年も見てると逆算であこうやってきた人たちが向こう十0年そこでプロとしてやってきてるっていうもうデータの蓄積があるわけですよ。こうするとある程度ねデータに裏打ちされた将来というところだってアイドルだって野球だってデータで出ちゃう世界じゃないですか。うん、だかそこは 大逆転もありますよ。でもほぼほぼそこっていうのを守っていくと確実なステップにつながるなんてことがあるってことですね。<laughs> 話ずれそうですすね。ね。一回戻しまリカコを見た時マナカンとリカコの違うところ一つ言っときましょうか。マナカンの場合は手足の長さがリカコと物理的に違うがゆえに最後の決めどころっていうところでマナカン1個リスク確保してやってるんですよ。足とかが止まれないんです。 体重を大きくく振っててていい。る分、着地が非常に危うい体操とか考えてみてください大きな技をやるときにどうしても着地でブレるリスクがあるってことですよね。これをマナカンは覚悟でやっているで。見た目ではそれが大きく見えるからすごく踊れてるように見えるんです。ただダンスっていうのは次の動作に行くときというのが重要なので着地をうまくしていないと一人で踊るときっていうのは目立つんです。 見てみてみください稲葉真中グループで踊る時はでかいけども着地というところをリスク最後次の一歩に移動できる時に大きくやってるはずなんですなので前で1人で出てくる時には佐々木梨香子が完結するんですですからインスタライブ YouTube ライブで拝見していただければわかると思うんですけど止まれてないシーンが1個もないはずですもし稲葉真夏のダンス動画を見る時があったら ゴーバックなんていう昔ありましたねえっ、ー、と、2017年かな時のダンス動画なんていうのだと止まれてないの顕著に見えると思いますまあ、これ意地悪く見るんじゃなくてそのリスクを覚悟でやっているのがいなそのリスクが心配なく不安なくいろんな技と佐々木理香子は腰の止め位置だけに甘さはあるけどそこは可愛さなんでと言ってると思うんですけどそこですよね で,で、トータルバランスがトータルの点数がすごい高いのがリカコ子と思います。ねじこれ意地悪く言ってるわけじゃないんですよ。でも多分本人たちもこれは分かってると。そんな感じでした。さあじゃあ今日はコメント返しここまでなんですけど最後に、ね、昨日つんくさんのブログでも発表されそして本人たちのオフィシャルでも、ね、申し上げられておりました。 ツンクさんとねタスクハブファンのねコラボというところここに少しコメントを出して、えー、とこの動画を終わりたいと思っておりますコメントってちょっと偉そうですけどねまあ国尾チャンネルだからいっかねここ何を言いたいかというとタスクハブファン僕ね最初の時の曲なんていうのはあれはアイドル楽曲対象で説明まで聞いてより理解が深まったんですけどなんか彼女たちの楽曲 様々アルバムとかね聞きましたよで正直正直よあのこ,これなら「ハロー」でいいかなって思ったのが僕だったんですいい曲だと思っただけど現場行って追ってっていうところで考えると歌唱力のところで少しあの自分がこの歌聴きに行こうってならなかったってことで許していただきたいで最近の直近のも昨日今日で、えー、ネットで見えるものは全部見た で思ったこつんくクさんがこの子たちのことブログで書いてる文章そのままなんで見ていただければと思うんですけどもし本気でやるってやったらどうなるのかなと振り返ってくださいつんくさんは歌唱力どうこう関係なくアジャストする曲書いてきますよなので最初の23曲っていうのは注目だなと思ってますね、まあ、最初の1曲目は僕大技で来るかどうかはまだ、うん、信じてないですね3曲ぐらいで見た方がいいかなと 例えばアプガニキアプガニキのつんくさんプロデュース曲なんて4曲ありましたっけあれ4曲目が一番いいんですよ他のもいいですよでもそういうことでつんくさん様子見ながら出方見ながら長期戦でやってくる感じなんですよいやコテコテコテでどう打つのか目を打つのか大技はどこか分かりませんけど <laughs> なんで急に剣道を例えたのかっ <laughs> て もう僕、小学校の時に剣道もやってたんです。すこれも余談すみません、まつんくさんって例える時にこう剣道が似合うんだよ。ちょっと様子見ながら間を見ながらあの大技一発決める時っていうのがあるんでここを見ていくのが正解なんじゃないかそんなことを「タスクハブファン」とつんくさんのコラボでは期待したい見ていきたいなんて思いました。 ってな感じでチャンネル、これからも今月もですね6月スタートしましたんで、えー、と6月の動向を見ながら引き続き今まで続けていたコメント返しもですし、えー、と突発的なおまけチャンネル YouTube の解説なんてのもやっていこうと思ってますチャンネル登録お願いできたら嬉しいですねまたお会いしましょうじゃあ平日スタートしてますけど良い夜をお過ごしくださいハロドリも今夜見てくれよ